1、2、3、4、5。お前最近奥さんとどうなんだよ。補助役に回っている同僚の勇気が俺に話しかける。俺と勇気は仕事後によくこうして一緒にジムに行っている。どうって相変わらずだよ。さすがに心が折れそうだ。妻のカナと結婚して3年。最近の妻は俺を明らかに嫌っている。一緒に家にいるときはあからさまにつまらなそうな顔をしているし、態度も冷たい。結婚当初は愛情たっぷりの手料理を振る舞ってくれていたのだが、最近は家に帰ると俺の分のカップラーメンが食卓にポンと置かれているだけ。妻も働いているので最近は仕事が忙しいのかなと思い、今まで負担かけてたんだな、ごめん、俺も晩ご飯作るからと言ったら、妻に、いや別にいい、私は適当に自分の分作って食べてるからと言われた。要するに俺の分の料理まで用意したくないということだ。こんな感じだからもちろん夜も拒否られる。最近は妻が無理やりにツインベッドを買うと言い出して、ベッドも別々になってしまった。何が原因なんだかよくわかんねえんだよな。おい諦めんなよ。ちゃんと話し合って何が悪いのか、奥さんが何に不満を感じているのか聞いてやれよ。勇気、そうだな、確かにカナの顔色ばっかり伺ってちゃんと話すことを避けてたのかもしれない。ありがとな。いつでも相談しろよ。じゃあともうワンセット行くか。その日帰宅した俺はこっちを見ずにボソッとお帰りとだけ言いながら、スマホをいじっている妻に話があると言って目の前に座った。妻は依然としてスマホをいじりながら、何と返事をする。最近俺たちの仲があまり良くないことは分かっていると思う。俺としてはカナが何に不満を持っているのか知りたいんだ。別に不満なんて何もないけど。じゃあなんで最近俺に対して冷たいんだ。冷たい？私が？別に普通だけど。そんなことない、明らかに結婚当初とは違うよ。はあ、そりゃそうでしょ。いつまでも新婚のようにラブラブイチャイチャな雰囲気は保てないでしょ。そうかもしれないけど、でも最近のカナの態度はあまりにも冷たすぎる。何が原因なんだ。俺に直してほしいところがあるなら直すから。別に何もないって、しつこいよ。いい加減こっち向いて話してくれないか。おい、スマホいじるのやめろって。そして俺は無理やりに妻からスマホを取り上げた。ちょっと何すんのよ。ちゃんと話し合いがしたいんだ。返してよ。真剣に話し合ってくれるまで返さない。ふざけないで。そう言って妻は近くにあったテレビのリモコンやら雑誌やらを俺に投げつけてきた。おい、やめろ。うるさい、あんたが変なこと言うからでしょ。私のスマホ返しなさいよ。そして妻は今度は食器棚から食器を投げつけてきた。おい、危ないって。スマホ返して。わかったから。俺がスマホを差し出すと、妻はひったくるように俺の手からスマホを取った。もうあんたとなんか一緒にいたくない。私実家に帰るから。おい。そう言って妻は上着を羽織って家を飛び出していった。一人取り残された俺は妻が投げたものを拾い上げて元の位置に戻した。しかし床に落ちた皿などの食器は全て粉々に割れていた。その中には結婚当初にこの部屋に引っ越してきた時に買ったお揃いのお茶碗もあった。こんな粉々になって。割れた破片を拾い上げようとすると破片が指に突き刺さり、人差し指から血が出た。不意に涙がこぼれ落ち、血と涙がポタポタと交互に床に落ちた。おはよう。で、指どうしたの。翌朝出社すると
俺の指の怪我に気づいたユウキが話しかけてきた。カナと大喧嘩になっちゃって、俺はユウキに昨日の出来事を全て話した。マジかよ。ユウキは絶句していた。さすがに奥さんひどいな。で、お前はどうするんだ、これから。俺としてはまたちゃんと話し合って仲直りしたいと思うんだけど、今日の仕事後にでも実家に出向こうかな。いや、やめた方がいいと思うぜ。ただでさえそんな感情的になっているのに実家にまで来られたら発狂するだろう。そうかな。逆の立場だったら、距離を置きたいのにしつこく来られたら余計に拒絶したくならないか。なるほど、確かに。義両親もきっと妻の味方だろうし、得策じゃないかもな。一旦お互いが冷静になる時間が必要なのかもな。向こうが自ら口を開くまで待ってみろよ。わかった、そうしてみる。本当夫婦って難しいな。俺はまだ独身だから、そんな悩みを持ってるお前が羨ましいよ。早く奥さんと仲直りできるといいな。ユウキに話せて少し気が楽になった。妻との距離の取り方はなかなか難しいが、向こうがまた心を開いてくれるまで待ってみようと思う。一応昨日怒らせてしまったことへの謝罪と、落ち着いたら家に帰ってきてほしいという内容の LINE を妻に送った。妻からは返事がなかったが、既読はついていた。しかしそれから1週間2週間と経っても妻は家に帰ってこなかった。厳密に言うと、俺がいない日中の間に軽く荷物を取りに来ていたようで、妻の服が何着かなくなっていた。しびれを切らした俺は妻に、話がしたいから帰ってきてくれと LINE を送った。今度は既読すらつかなかった。もう我慢できないと思い、俺は義実家に連絡した。妻と話がしたいので電話を代わってくださいと頼むと、電話を受け取った義母は、一体何のことだというような雰囲気で、カナは家にいませんけどと答えた。え、カナは実家に帰ると言っていたんですが。あら、そうなの？この前の正月に帰ってきて以来一度も帰ってきてないけど、何かあったの？あ、いえ、何もありません。僕の勘違いでした。すいません、いきなり電話して。一体どういうことだ？義母が嘘をついているようには聞こえなかった。妻は今どこにいるんだ？ホテルでも借りてるのか、それとも。考えたくはなかったが、どうしてもその考えを払拭することができなかった。するといきなり妻から LINE が来た。勝手に実家に電話しないでくれる？お前今どこだよ？どこでもいいでしょ。お前浮気してるのか？はあ、何言ってんのよ、そんなわけないでしょ。正直に言ってくれ、別の男のところにいるんだろう。もううんざり、あなたのそういう勝手な妄想を膨らませるところ、離婚してちょうだい。はあ？あなたの言う通り、確かに最近あなたに対して冷たい態度をとっていたわ。私もあなたのこと男として見れないの。そんな状態だから一緒にいてもイライラしちゃってた。これでいい？原因が分かったんだからさっさと離婚しましょう。そんな、勝手に決めるなよ。何を言われてももう無理。私はあなたと離婚したい。どうしても修復できないのか？しつこいわよ、そういうめめしいところも腹が立つ。せめて直接会って話をしないか？話し合うことなんてないから。じゃあ離婚届郵送するから記入しておいてね。そんな。それ以降何を送っても妻から返事は来なかった。そして数日後、記入済みの離婚届が送られてきた。ショックを受けた俺は次の日会社を休んだ。すると夜にユウキが家を訪ねてきてくれた。おい、大丈夫か？ユウキ、どうして？
奥さんが家を出てってる状態で、お前が体調不良で休んだから心配したんだよ。一人で寂しく寝込んでるんじゃねえかなと思ってな。ほれ、酒だ。ありがとう。でも病人に酒を持ってくるか、普通。どうせ奥さんとまた何かあって休んだんだろう。さすがだな。その通りだよ。何があったんだ？俺は郵送された記入済みの離婚届を勇気に見せた。マジか。話し合いにも応じず、これかよ。もうなんかショックで。それでお前はこれを提出するのか？どうしようか悩んでる。こんな形で別れていいのかなって。でも正直もうカナに振り回されるのは疲れたよ。そうか。まあ落ち込んでてもしょうがないさ。せっかく俺がたくさん酒を買ってきたんだから飲もうぜ。明日は会社も休みだし、オールだ。オールって大学生かよ。俺は精神的にかなり参っていたが、勇気の明るさに少し救われた。本当いい同僚というか、いい友人を持ったと思う。その日は結局朝まで飲み、勇気も俺も酔いつぶれた。俺は昼過ぎに目を覚ました。勇気はまだ床で大の字になって眠っている。するとテーブルに置いてあるスマホが鳴った。自分のだと思い寝ぼけながらスマホを手に取った時、勇気のスマホだと気づいた。ああ間違った。あ、勇気のスマホの着信画面を見て俺は固まった。そこにはカナという名前が表示されていた。まさかカナってあのカナじゃないよな。俺は記憶をたどらせた。妻と勇気に接点はないはずだ。しかしそこでハッと思い出した。一度だけある。それは俺と勇気が居酒屋で飲んでいた時、ちょうど仕事が終わった妻から連絡が来て、勇気が奥さんも呼んじゃえよと言って3人で飲んだことがあった。まさかそれから2人は関係を持ったのか。いやでも着信画面のカナという名前は同じ名前の別の人かもしれない。勇気はあれだけ親身になって俺の相談に乗ってくれた男だ。俺の妻と不倫をしているはずがない。しかし俺は念のため更新所に依頼をして調査してもらうことにした。そして数週間後、調査結果の書類が届いた。同封されていた写真を見て俺は声を失った。そこには勇気の部屋から出てくる妻と勇気の姿が映っていた。そんな。俺は発狂しそうになった。一番近くで俺の味方でいてくれた勇気が一番の敵だったのだ。俺はすぐさま写真を持って勇気の家に行った。はい。え？どうして？カナがいるんだろう。ちょっと待てよ。どういうことだ？うるさい。お前とカナが不倫していることは分かってんだよ。俺はそう言って無理やりに家に入ろうとする。わかった。家に入れるから暴れんなよ。勇気に案内されて居間に行くと、青ざめた顔で妻が座っていた。俺はドカッとソファーに勝手に座り、証拠写真をテーブルに広げ、怒りに任せて叫んだ。お前ら二人で俺を騙してたんだな。それで俺のことを二人で笑ってたんだろう。横並びに座る勇気と妻が顔を見合わせる。そして勇気が面倒くさそうに口を開いた。別に騙してたつもりはねえよ。自然に離婚してくれればこっちはスムーズに一緒になれると思ってただけだ。俺のアドバイスに乗っかって大喧嘩に持ち込めた時はよっしゃと思ったんだけどな。どうして俺たちが不倫してるって分かったんだ？お前のスマホの着信画面にカナの名前が出てたんだよ。あの朝まで飲んだ時か。勇気はしまったといった顔をしていた。
すると妻が口を開いた。別にバレてもいいわ。むしろ好都合よ。私たちは愛し合ってるの。だから離婚してちょうだい。慰謝料でも何でも払うから。俺は妻の開き直った姿に唖然とした。もう分かったでしょ。私はあなたのこと何とも思っていないの。だから私たちの邪魔をしないで、早く帰ってちょうだい。俺は二人をぶん殴りたくなったが、ぐっとこらえた。殴ってしまえばこちらが不利になる。妻はじっとこちらを睨み、勇気は知らん顔でこちらを見ずに遠くを見ていた。テーブルに広げた写真をしまい、俺は立ち上がって家を出た。それから離婚届を提出し、弁護士を通して妻と勇気に慰謝料を請求。二人から300万円ずつ支払ってもらった。勇気とは当たり前だが、それ以来一度も会話をしていない。数ヶ月後、勇気は俺の元妻と結婚した。会社の人々は勇気の結婚を最初は祝っていたが、相手が俺の元妻だと知ると、みんな複雑な表情をしていた。しかし勇気は上司のお気に入りだったため、特に仕事には支障がなく、それどころか勇気は俺よりも出世した。俺はだんだん会社に居づらくなり、自主退職をして違う会社に転職した。今までは企業で営業の仕事をしていたのだが、今度は思い切って別の職種に切り替え、ジムのトレーナーを始めた。とにかく新しく人生をやり直したかったのだ。ジムの仕事は俺に合っていたようで、お客さんもたくさん来てくれるようになった。俺が働くジムは他のトレーナーや受付の人もいい人が多く、みんな仲が良かった。そしてみんなで飲みに行った時、俺はジムで受付をしているゆかさんと隣の席になった。ゆかさんは同い年で共通の話題も多く、話が盛り上がった。そしてお互いのことを話していた時、ゆかさんが出ていた大学が勇気と一緒だったことに気づいた。俺はそれとなく聞いてみた。同じ大学に中村勇気っていなかった？多分ゆかさんと同じ学部だと思うけど。するとゆかさんの顔がこわばった。あ、ごめん、なんかいけないこと聞いた。いえ、あの人と知り合いなんですか？知り合いというか、前の会社の同僚で。そうなんですか。実は俺、あいつに妻を寝取られたんだよね。え？いきなりこんな話されても困るよね。でも、ほんと悔しくてさ。たまに思い出しては怒りがふつふつと湧き上がってどうしようもなくなるんだ。ゆかさんは少し黙った後、この後別の場所で二人で話せますか？と言った。え、ああ、いいけど。そして飲み会が終わった後、俺たちは近くのバーに入った。それで話って？実は、私大学一年の時に。ゆかさんの話によると、彼女は勇気と同じサークルに入っていたらしい。そこで新入生歓迎会が開かれたのだが、一年生だけで飲み直そうと勇気が提案し、その後で男女4人で勇気の部屋で飲むことになった。すると少し経ってから別の二人が買い出しに行ってくると言っていなくなり、ゆかさんは勇気と二人きりになった。最初は普通におしゃべりをしていたのだが、急に勇気がゆかさんの体を触り出した。ゆかさんがやめてと抵抗しても聞かずに、ゆかさんは押さえつけられて無理やりやられてしまったとのこと。買い出しに行った二人が戻ってくると、勇気は何事もなかったかのように振る舞い、ゆかさんは恐怖と恥ずかしさから誰にも相談できず深い傷を負ってしまった。ゆかさんは今でもたまにそのことを不意に思い出しては、どうしようもない気持ちになってしまうことがあるんだとか。俺はその話を聞いて怒りが止まらなかった。
あいつは好き勝手に生きて他人の人生を何度もめちゃくちゃにしてきたんだ。ユカさん、俺と一緒に戦わないか。え？あいつを徹底的に懲らしめてやろう。そうしないと俺も君もいつまでも前へ進めないと思う。ユカさんは下を向いて少し黙った後、顔を上げて分かりましたと言った。それから俺はユカさんと一緒にユカさんの元同級生たちに連絡を取り、他にも勇気の被害者がいないか探した。すると同じサークルの人や同じゼミだった中に勇気の被害者がいた。被害者はユカさんを含めて4人もいた。全員同じような手口で勇気にやられ、声も上げられず泣き寝入り状態だったという。みんな最初は自分のトラウマをさらけ出すことに難色を示していたが、ユカさんの説得のもと協力してくれることになった。その後俺は前の職場に足を運んだ。みんな俺の姿を見て驚いていた。そして勇気の席の前に立った。勇気は後ろを向いて取引先と電話をしていた。電話を終えると職場がざわついているのに気がついたのか、勇気がくるりと振り返った。お前なんでここに。話があってきた。なんだよ、俺はもう今更お前と話すことなんてねえよ。俺はあえて職場の人たちに聞こえるように大声で言った。これから過去にお前に性的被害を受けた女性4人がお前を告訴する。彼女たちの人生をめちゃくちゃにした罪をしっかりと償え。俺の発言に職場がかなりざわついていた。じゃあそれだけだから、あと犯罪者と一緒になった俺の元妻にもよろしくと言っといてくれ。おい、お前何言ってんだよ。俺は勇気の言葉を無視してその場から立ち去っていった。その後勇気は告訴状を受理した警察によって逮捕された。勇気は弁護士を雇い示談を提案したが、彼女たちは示談を拒否し、勇気は刑事事件として控訴された。その結果勇気は懲役20年の判決を言い渡され、刑務所に行くことに。控訴時効となるギリギリのタイミングだったため、彼女たちが声を上げてくれて本当に良かったと思う。警察や弁護士からいろいろと尋問され、過去を掘り返されて大変だったと思うが、彼女たちはよく頑張ってくれた。これからは過去の傷を乗り越えて幸せをつかみ取ってほしいと思う。勇気が逮捕された後、元妻から連絡があった。元妻は勇気に騙された、あんな最低な男だとは思わなかったと何やら嘆いていたが、俺はそんな男を選んだのはお前なんだから自業自得だろと言ってやった。元妻は職場で性犯罪者と不倫して結婚した女としてバカにされているらしく、会社で肩身の狭い思いをしているとのこと。本当いい君だ。一方俺はジムのトレーナーとして経験を積み、最近自分の個人ジムを立ち上げた。今は好きな仕事に打ち込み楽しい日々を送っている。そのうちいい人と巡り会えたらまた恋愛もしたいなとも思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。